久保さん、ちょょっとハブ行きましょうか。何事であれ最終的には自分で考える覚悟がないと情報の山に埋もれるだけであると。これねその考える覚悟っていう考えると覚悟っていうなんかの羽生さんらしいなって常にその局面局面考えてきた男がうーんこう言えることだなっていう考えると覚悟でよくまあ大体覚悟を持てみたいなね。 みん,ね、みんな覚悟ないんだよみたいな話はするんだけどこの「自分で考える覚悟」っていうこの言葉はちょっと重いなって思いましたねうん具体的な覚悟って何なのって話で羽生さんはもう本当にあの考えるしかないですもんね <laughs> そうこれはすごくいい言葉だなって考える覚悟がないと情報の山に埋もれると まあ実際この情報の山に埋もれるっていうのも、久保さんもいろいろ対応してると思いますけど、ノウハウコレクターの方、僕、お客さんでめちゃめちゃ多いので、情報の山に埋もれた人たちですよね <laughs>。多分うん、自分で考える覚悟はないんじゃないかなと。こっちがいい、あっちが儲かる、こっちが儲かる、あっちが儲かる。自分でかかあの考える覚悟はしてないですよねあ。この人を信じて、この人についていけば、みたいな話で。多分、ここはないだろうね。 これはねノウハウコレクターの方にも身にがし身に染みる言葉だと思いますけどね。いってらっしゃい。